あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事アップ次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです10月の有効求人倍率1.15倍2ヶ月ぶり低下 厚生労働省が昨日発表した10月の有効求人倍率は前の月と比べ0.01ポイント低下の1.15倍で2ヶ月ぶりに低下しました。緊急事態宣言が10月に全面解除されたことを受けて感染のリスクへの不安軽減から給職活動が活発化し、分母にあたる有効求職者数の伸び0.6%増が分子となる有効求人数の伸び0.5%増を上回りました。 求人も増えたけれども、それ以上に職を求める人が増えてきたということで、この数字になったというところだそうです、うん、コロナね、刑事回復っていうね、はい、U じゃなくて、アルファベットの刑<え>だから、下に落ちる人と上に上がる人と両方いるって話が話題になってたと思うんですけど、ね、結構やっぱね、なんか正社員であるがゆえに、うん、まあ日本はね、解雇規制が強い、はい、正社員の身分が守られてるっていうんで、 まあ、そんなにこう、中間層がコロナでも解雇されたりとかするケースは少なくて守られてる人が多かったのかなって思うんですけど、その一方でやっぱそうじゃない人たち。はい。あの、アンダークラスっていう言葉があって、これ、早稲田大学の橋本健二さんって先生があの提唱してるんですけど、要するに非正規で、まあ、はい、 昔は非正規って例えばね、あの、専業主婦の女性とかだったんだけど、うそうじゃなくて、えー、専業主婦でも高齢者でもなくて、非正規で働いてて年収が200万いかないような人たちをね、はい、アンダークラスって言うんですけど、その人たちがものすごい打撃を受けてると。それともう一個は、なんでそのアンダークラスの人が打撃を受けてるかっていうと、彼らは飲食とか小りで働いてるケースが多いんですよね。あの服屋さんだったりとか、はい、レストランだったりとか。えー、そうそうね、それを営んでる自営の。 中間層の人たちもともとだから中間層の中にもいわゆる専門職を持っていて、えー、その会社に勤めてるね正社員の中間層と一方でその自営で店やったりとかしてきた、はい、中間層が両方いるんですけどその後者のね自営業の中間層の方がすごい勢いで今回は没落しちゃってるっていうのをね豊経済の記事に橋本先生が書かれていて、はい、確かにそうだよなっていうねうん,なんか日本の問題ってねこう何て言うんでしょう よくアメリカなんかはほら上位1%の富裕層がねお金をね独占してそれ以外の中間層がすごい没落してるって話がある。たね確かにそうでアメリカの場合まあねそのフェイスブックのねマック・ザッカバーグとかものすごい超お金持ちがいっぱいいてで外国規制も緩いのでまあ人材流動化を促すって意味でどんどん首にできるようってそうすると結果的にそこで就職再就職できなかった人がまあ没落してるって構図あるんですけど日本の場合そんなにお金持ちは はい、アメリカほどはいない、これね、うんうん、しばらく前、ある統計調べてみたら、えー、いわゆる富裕層、えー、大体資産100万ドルだから、日本円で1億円以上の金融資産がある人が、はい、アメリカだとね、えー、10%近く、あ違じゃ6%か、人口の、一番多いのが、ね、スイスらしくて10、10%らしいんです、1>, <ー>人口の1割。 そうなんです、ねうん。で、オランダが五パーセントなんだけど、日本はね、二点六パーセント。だからアメリカーの半分しかしか、以下しかいないんですよね。なるほどで。ちなみにね、中国はね、お金持ちいっぱいいるイメージがあるんだけど、人口総割にめちゃくちゃ多いので。えー、富裕層の割合、わずか零点四パーセント。なるほど。<laughs> 人口比でいうとう、少ないんです。だから、日本はだからね、富裕層が金を収奪してるっていうよりも。はい、中間層の正社員層が金を守りきっていて。えー、その下にいるね、その九。 中間層の自営業とか、はいえー、アンダークラスの非正規の人たちがどんどん転落してるってい、いわゆる底抜けの状態がね、起きてるっていう感じなんですよね、そこを見ないとね、なんかこう、金持ちから税金取れば、日本、えー、まあ大丈夫だみたいな、よくわかんない意見になっちゃうので、うん、そうではないということをちゃんと認識しておくのは必要なんじゃないかなと思うんですよ、ね、でそういう若者、アンダークラス層とかからすると、うん、正社員でこう地位が守られているみたいなのって、これは既得権じゃないのと。そうなんですよねね、うん 就職活動した時期によってこの身分になれるかどうかが決まるとおかしいじゃないってそうなんですか、ね、しかもそ転落しちゃった側が、ね、もはやもう若者でもなくなってきてて、ええええ、就職氷河期世代でいうと、ね、もう40代半ばですからねうでだから、ね、こう全体の、ね、有効求人倍率とか失業率って数字はも,もちろん大事なんだけどそれだけ見てると実は見えてこないところってあるんですよね、全体でいうとやっぱ正社員の数がすごく多いから失業率もそんなに低くないように。 見えるとえ暖かくないように見えるんだけど、はい、実はそうじゃないところですごい仕事がなくて困ってる人がいっぱいいるってことを認識した方がいいと思いますね、うん、おはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらですオミクロン株感染者日本初確認ナミビアから入国の30代外交官ナミビアからの入国者について国立感染症研究所で 陽性検体のゲノム解析を行ったところ、オミクロン株であると確認されたとの一報が厚生労働省から入りました。松野官房長官はアフリカ南部ナミビアから入国し、空港検疫で新型コロナウイルスの陽性反応が出ていた30代の男性について、昨日変異株オミクロン株が検出されたと発表しました。国内でオミクロン株が確認されたのは初めてです。 えー、30代の外交官の男性、ナミビア国籍と、まあ、ここまで時間がかかったのは、市薬などが開発されていないので、ゲノム解析しなきゃいけないというところだうん、うんまあこうやってね、どんどん変異株が登場してくるっていうね、はい、まあ予想された事態なんだけども、まあ、本当、これ、気をつけたほがいいですよね,あのね、これ、モデルナの CEO が、はい、あのワクチン作ったね、オミクロン株はね、その今のワクチンだと、対応しきれないっていうか、まあ、効果がかなり低い。 っていうのをフィナンシャル・タイムズのインタビューで答えていて、この新しいオミクロン株に対応したワクチンを作るにはね数か月はかかるだろうって言ってて、ねちょっとこれがね広まってきたら怖いなっていう、なんでそんなにね時間かかるのかっていうと、コロナってほらトゲトゲがついてるじゃないですか、ウイルスに。あのトゲトゲのところが人間の散歩にくっついて侵入してくるっていう仕組みなんで、コロナワクチンっていうのはそのトゲトゲのところを、 に対しての抗体を人間の細胞側に作るって仕組みなんですよね。はい、でそのトゲトゲをまあスパイクタンパクっていうんだけど、はい、今回の,そのオミクロン株って30ぐらい変異してて既存の。 はい。トゲトゲの部分が。デルタとかのくらいその31、20ぐらいがね、トゲトゲの部分の変異らしいんですよ。中身の変異じゃなくて、トゲトゲが変異してると。そうすると、その中身そのものは変わらないんだけど、既存のワクチンの抗体では、そのトゲトゲの変異に対応できないっていう、そういうことなんらしいんですよね。だからそのトゲトゲが変異したのに対応するワクチンを作んなきゃいけない。 ただ、まあ、いろんな、まだ、ね、分かんないことが多すぎるんで、はい、いろんな医療従事者の人のです、ね、発信とか、ずっと横断的に読んでるんだけど、現状では、まあ、すごい劇的にあのなんだろう重症化するとか、そういう話ではなさそうであると。えー、だから既存のワクチン、今のです、ね、コロナワクチンですよね、打ってる人は、はい そんなに重症化はまあ心配する必要は現状ではないのかなと。ただね、感染力がすごい強いってのは間違いないらしいんですよね。はい、ああ、トゲトゲがそれだけ変異してるから。トゲトゲそうなんですよ。侵入はされてる。侵入はされる。でもワクチン打ってれば重症化しないぐらいなのかなっていう推測は現状では多分できるんじゃないかなと。ただまあね、これがね、どのぐらい感染するのかとかまだよくわからないので、日本としてはきちんと。はい 水際でですね、守れるうちは守った方がいいっていうのが、まあ今回のその、えー、日本のですね、外国人、えーはい、流入規制。 流入禁止ですね、厳格化っていうまあ対応になっても、素早いのは良かったかなと思うんですけどね、うん、そうですね今日読売新聞一面トップで、この入国禁止の例外の厳格化ということについても書いています、日本人の方や永住者は入ることできるということなんですが、まあ、その配偶者や子どもであるとかが、まあ、特段の事情ということで入れる、まあ、そこの部分も厳格に運用するということで、うん、水際対策を行っていくんだと。 いうことコロナウイルスってなんかよくほら感染して変異すればするほど弱毒化するって毒が弱まるみたいなって言われてたじゃないですかで,すよ、ね、でもこれ,、ねうん、これもお医者さん専門家に,前に聞いてみたら、はい、普通の,、ね、そのウイルスは強ければ強いほどすぐ人が死んじゃうので、はい、感染しにくい くなるってのは確かにそうなんだ。から映画であるようなすぐ死ぬようなねウイルスがわーっと広がって人,人類が絶滅するっていうのは現実にありえないと。そんなにすぐ死んじゃったらあっという間に感染収まっちゃうんだよね。だからね今回のコロナウイルスっていうのは要するに発症する前に感染する。ね一番感染が多いのが発症の数日前みたいな話です。当初ありましたよね。これがあるからその重症化して倒れる前にどんどんと広まっていくので。 だだから弱動化しないんだっていうねうそう言われてみるとねそのコロナのウイルスが広まり始めた頃にあのコロナ分科会厚労省の会長の、はい、尾身茂先生が「ええええ、いやこのウイルスはよくできてるな」とかなんかね感心されたように喋、ね、<ー>ってのテレビで見たことがあってあよくできてるって今になってみるとそういうことだったのかと。強い、ね、あの病気を発症させるのに感染力も、はい 強くて弱毒化しないでどんどん広まり続けるシステムっていうかメカニズムをこれ持ってるんだなってことですよね。 いや本当、不思議なウイルスというか、じゃあ、その能力みたいなものっていうのが、もともとこのウイルスが生物かどうかっていうのもあるんで、どこまであれですけど、どこで獲得したんだろうなっていうね、えー、ね自然界でそんなことがあるんだっていうこと、ねうん、まあ一時ね、中国の,あの武漢のウイルス研究所から流出したって、最初、それ陰謀論みたいに言われてたんだけど、はい、ある時期からね、結構、MIT テクノロジーデビューとか、いろんな、うん、あのウォール・ストロート・ジャーナルとか、が、はい、いや、これ、意外にそうかも もしれないと研究所流出施設って案外陰謀論じゃなくて検証した方がいいみたいなことを書き出したりとかしててい、ね、まあ未だによくわかんない、ね、んただ管理はずさんだったんじゃないのかとかうん、うん、そういう,こう客観的な、ねね、事実みたいなものは出てきてはいるというところですよね、うんえー、では続いて2つ目、こちらのニュースです。理系民主党代表選選健太氏を選出 立憲民主党は東京港区のホテルで臨時党大会を開き、2017年の決闘以来代表を務めてきた枝野氏に代わって、決選投票の末、泉健太政調会長が大阪政治元総理補佐官を破って新しい代表に選出されました。 まああのこのね、代表選中から焦点となっていたのが、共産党との連携についてでありますが、うんえー、新代表、就任の記者会見でもそのことを聞かれておりました、その答えをお聞きい,いただきます共産党との協議、われわれとしては白紙も何も前回の総選挙に向けて交わしたものという理解をしておりまして、現時点で何かが存在しているということではないのかなと。 で我々としては、やはり党の総括、そして再生、こうを今目指しているというところですので、現時点で何かが存在しているという考えはやっぱりないですね。はい これ、前提として記者がですね、共産党の小池初期局長が会見の中で、まあ、立民との連携っていうのは衆院選を目指してやってきたものだと。ということは衆院の議員の任期まではこの連携というものが有効なんであるという趣旨の発言をしたこと、まあ、それをどう捉えますかと聞かれて答えたところなんですゼロベースでってことですよね。えー、やむともやるとも言っていないはいう。 振り返りがされてるんだけど、見てるとやっぱり、小選挙区ではあれに善戦してて、立民は。うん、で、比例でかなり減らしてるっていうね。はい、で、小選挙はね、やっぱりそう,そう考えるとね、ある程度、やっぱ野党共闘の効果はあったのかなと、うん、共産党とのね、選挙協力で。はい、で、なおかつ、個人的に魅力のある政治家、やっぱり立憲民主党もいらっしゃるので、うん、それとか小選挙区では強いっていうのは、確かなると思うんですよね。はいうん、だ問題は、比例で大きく減らしてるっていうのは、えー、その個人個人の政治家、 のパーソナリティじゃなくて、はい、立憲民主党って存在そのものへの,その信頼がかなり失われてるっていうふうには捉えた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、なんで信頼が失われたのかっていうのこれもね、いろんな人がいろんな意見言ってるんだけどこ若者関係の記事をいろいろ読んでみるとやっぱり多いのは、はい、一つは、ええ えー、経済とコロナですね経済対策とかそのコロナ対策についてなんか有効なちゃんとした政策を打ち出してないと自民党のやってることを批判してるだけでねっていうのが一つと、はい、あともう一個はねやっぱり、ね、口汚い,い口汚い支持者を含めてねだからなんかん要するに自自現在の,その自民政権に対するはい その悪口を言ってるだけで、なんか、それ以上何したいのかよくわかんないっていうね。う特に、例えば今の20代とかだと、ね、安倍政権、ものすごい長い間続いたわけですから、ね、はい、2012年からですもんね。そうすると、もう、物心ついた時からぐらいから、ずっと安倍政権みたいなイメージだったわけじゃないですか。はい、で、そこで一生懸命やってきた安倍さんに対して、何だ、ねに言う、ね、何もしてない人が悪口言ってるんだってイメージになっちゃってる部分は多分あるんじゃないのかなっていうね。う民主党政権時代の、 っていう批判もあるんだけど、それはまあ中高年の人たちですね、それを覚えてるのはね、えー、もう2009年、8年でしたっけ、そうですよね1ね<え>14年,、ね、年前なんで、成立したのはね、うん、だからね、この2つを、ね、どうやって乗り越えるかってことだと思うんですよ。で、泉さん、泉健太さんになって、うん、なんかこう、国会で尾身先生吊るし上げたりとか、あとあ、悪名高い野党合同ヒアリング、官僚吊るし上げてるイメージとかね、はい、あと、まあ、ツイッターでなんか激しくこう、 攻撃してるイメージとか、うんうん、それをね、どこまでこの泉健太さん代表で払拭できるかっていうのが、うん、多分大事なとこかなっていうね。 あの先週ですね、まあこ、まさにこの時間で、えー、4人の候補者の方々、それぞれ日替わりでお話を伺ったんですが、ね、泉さんに伺ったときには、この野党合同開が見直すんだと。で、さらに問いかけて、廃止も含めてですかって聞いたら、まあ、それも含めてだというふうにおっしゃっていたので。ちょっとそこはね、風向き変わるかも、期待はできますよね。うん,うん。まあ、確かに、あれ、官僚を罵倒するみたいなものが、うんうん、しかもマスコミフルオープンで、それが流れると、でこれだけ我々 やってるんだってむしろそれをこう誇らしげに見せるみたいなことっていうのが内輪の支持者には受けるかもしれないけどその外側のね不動産にはね受けないですよねああいうやり方はねそこを認識してほしいと思います続いて教えてニュースキーワードです福島勝良村帰還困難区域で初の準備宿泊 原発事故の後、立ち入りが厳しく制限されている福島県桂尾村の帰還困難区域で、来年春の避難指示解除を前に、昨日から住民が自宅などに寝泊まりしながら、生活再建に向けた準備を進める準備宿泊が始まりました。帰還困難区域で準備宿泊が始まったのは初めてです。 え村の面積のおよそ2割、34世帯93人が、えー、この期間困難区域内に住んでいたということであります。ただ今回ね、その準備宿泊申請したのは1世帯のお二人だけっていう60台。はい、しかもこのお二人。 内藤さんっていう方らしいんですけど、震災の直前に家を新築してたっていうね。で、まあ諦めきれないので、もちろん、その、一時帰宅できるようになってからもう泊まれないけど、一生懸命家に帰ってきて掃除されてたってことなんですよね。切ない話ですよね。ただそれ以外のね、その33世代の方はもう大半が、 避難先とかで、あるいは別の場所でもう家を建てたりとかね、仕事を見つけられたりして、もう10年ですからね、もう今更戻ってどうなるっていうね、まあ、しかも他の人たちが戻ってこないと、コミュニティ自体がもう存在しないっていう状況になってきてるわけで、でねはい、なかなか、やっぱこの帰還困難区域の10年ってのは、ね、本当に重いなというふうに感じるんですよね。うーん まあ、あの、今後ね、まあ、これが、浪江町であったりとか、双葉大久保というところにも広がっていくのかどうかと。うん、最終的にね、まあ、すべて帰還困難区域が解除される日は、まあ、いつかは来るんだと思うんですけどね。ただね、まあ、10年、まあ、11年になるわけですがそろそろ。は経ってみると、はい、なんかね、結果的にはまあ健康被害って言われてたものほとんど。 なかったと。はい。ね、工場洗の指摘もされてますけど、うんうん、あれもまあ過剰診断の結果であって、えその、原発のね、放射線によって甲状腺癌が広まったって話ではなかったわけですよね。で、考えてみるとね、そうやって考えるとね、なんかこの10年、11年の、えー、原発事故の被害ってのは、結局ほとんど不意表被害だったよねっていうね、うまあ、例のあの、タンクのね、 はい、トリチウム処理水の放出の問題も含めて、いまだに解決、ええええ、風評以外のために解決してない問題っていっぱいあるわけです、うん、あれだってもう、アルプスで処理して、はい、トリチウムだけにしてですね、うん、でそれをね、あるんだってことは別に全世界的にどこの原発でもやってることなんで、問題ないんだけど、結局、地元の漁,漁協とか反対してるのは、うん、またそれでね、メディアが大騒ぎして、処理水、いまあ、未だに汚染水って呼んでるところとか。ええええ、見出しも立てると 処理済み汚染水ってわざわざ呼んだりとかね、そんなところもあるわけですよ、大手メディアでね。うん、で、その処理済み汚染水を流しましたって言ったら、それはまた風評被害になって、うん、また魚が売れなくなると、いまだにやっぱりね、福島の野菜とかでも、はい、結構市場では値段が叩かれたりしてるケースもあってですね、うんえー、なかなか昔通りには戻ってないっていうね、<ー>現状もあるわけですよね。だからそこからね、その風評被害からどうやって最終的に脱却するのかって道筋が、まだやっぱ現状見えてない部分が。 あるのかなと思うんですよね、うんうん、いやその辺はこう、うん、メディアがどう報道してきて、それがどう影響してきたかとかっていうのも<局>検証しなきゃいけない。結局自分自身の問題なんですよね。メディアってね、やっぱ当事者であるっていう自覚を持たなきゃいけないんだけど、うん、常にこの自覚がない。うん、だから風評被害が例えばもう終わりだって話になってきたらきっと、 えー、ネットで広がった風評被害、<ー>今も残る傷跡みたいな記事を書いてで、自分たちの風評があまり気にしないっていうね、うここのね、統一者性を復活させることが多分大事だと思います、ね、続いてここだけニューススクープアップです、この時間、最後のニュースをスクープアップ。プップ日本の総人口1億2614万人、高齢化率は過去最高。 総務省は昨日令和2年国勢調査の確定値を発表しました。 令和、ああ、ごめんなさい、令和2年ですね、えー、10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は、平成27年の前回の調査から0.7%減の、えー、およそ95万人減少、1億2614万6000飛び99人となりました。また、総人口に占める65歳以上の割合は、2.0ポイント増の28.6%で、過去最高を更新しております。 えーまあ、人口はピークからすると少しずつですが減りつつある高齢化率はどんどんと上がっていっているという状況、うん、外国人が意外と増えててコロナにもかかわらず43%増、うんはい、現在274万人が日本に住んでいると、はい、で一人暮らしの世帯が、ね、どんどん増えていくだから高齢化ともう一個の問題は。はい その結婚しない生涯未婚の人がどういう人生設計を描くのかっていうのが分かんないっていうね昔僕らがね新聞記者だった80年代90年代ってよく税金増税減税とかあるとあの記事で標準世帯では1家族あたりっていうね何,何円の負担増とかってあの標準世帯ってのはサラリーマンの夫と専業主婦の妻と子供二2人っていうのがね標準家庭で今その標準じゃなくなっちゃって。 少、ね、数派なんですよそんなそもそも専業主婦がほとんどいなくなってきてるっていうねうんうん、うん、世帯数で見ると、うん、ね世帯数増えててそれは単身世帯が増えてるからう、ね、そうなんですよねでしかも今の30代40代ぐらいの女性だと、うん、あ男性も含めてねもう一生結婚しない人が多分3割とか4割ぐらいになるんじゃないかっていう話もありますよね、うんえー、ちなみにね面白いなんか統計があって、はい、未婚の女性の方が、うん、ええー 男性よでも確かにね女性ってね僕年取ってくると分かるんだけど、はい、友達多いですよね年齢上がれば上がるほど、うん、男ってね、うん、年齢上がれば上がるほどねだんだん友人が減っていって<ー>みんな孤独になっていく ね、<ー>山登りするとすすごい分かるる山登りすると結構シニアの人多いんですけど、うんはい、女性はね集団で登って必ず<ー>たまに一人の人いるんだけどそれは、ね、死ぬほど健脚の力強い女性でなるほど <laughs> 集団登って、うん、男はね、はい、60代70代のあれに高齢の,あの男性の。 登山多いんだけど、ええ、ほぼ単独なるほど、うん、だから遭難する人多いんですよ単独で登山するんうん、うん、ニュースによくなりますよねすだからねこの一人暮らしが増えてくっていうのねどうするかっていうと、はい、なんかやっぱね 一人きりってよくないんですよ、やっぱり。結婚しなくてもいいんだけど、女性なんかの場合だと、ね、よく言われるのは、60、はい、70になってくるとね、ええ、別に夫はどうでもいいと。いい友達と一緒に暮らしたいみたいなね。はい、だからほら、昔濡れ落ち葉なんて言葉があって、うね、ようやくあの夫が退職して、これから妻と一緒に暮らそうと思ったら、妻の方はもうすっかり友達周りにいっぱいいて、はい、旅行とか一緒に行ってんのに、もうなんか、鬱陶しいぐらいの夫が毎日自分の行くとこついてくる <laughs> 足につく濡れ落ち葉みたいだ ってヌルチャーって言われてたんですけどね。<laughs> ま,ねまあそういう構図ってあるわけなんですよね。はい、だからね、そうするとね、多分今後大事なのは、ね、結婚してるかどうかじゃなくて、ええええ、ちゃんとそのコミュニティ感覚というか、うーん社会から孤立しないで誰かとつながってられるかどうかってことが大事なんじゃないかな。で、これね、もうテクノロジー進化してるんで、はい、別にインターネットとかでも。 うん、いいと思うんですよ、友達がいるっていうのは、ね。リアルにこう、つながるとか、会うじゃな、うん、だけじゃないってことですね。そうそうそう。うん、だから、ツイッターとかフェイスブックで誰かとつながって、そこでやり取りできれば、案外心が安らぐみたいなこともあるですし、今後、例えば、 メタバースなんていうね。はい、VR でいろんな人とかアバターで会話するみたいなの出てくるわけだから、うそういうとこでも友達ができればいいと思うし、う究極さらに言うとね、AI でもいいんじゃないかっていう。ああ、話し相手が AI ってことですかそうなんです,ですか。最近の AI ってすごい進化してきて、例えばほら、スマートスピーカーでこう喋ると返事してくれるじゃないですか。はい。あれって 1, 1回しかやりとりないですよね。今日の天気は何か、うん、今日の天気は何々ですって。あれをね、こう ラリーするっていうか<ー>英雄と三十分ぐらい喋り続ける技術みたいなのね、今進化してきてるんですよあ、そうなんですかそうなんですいかに長くするかっていうね やり取りを、ね、<ー>でそうするとそれが進化していくとだん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 普通に会話できるようになって「ーいやー今日は暑いな AI」とかっていうと「うん、そうですね佐々木さん」みたいな声をねやってくれれば、まあ、それでも,も孤独が癒やせればいいかなっていうね向こうから今日は冷たいものとかどうすかみたいな <laughs> そうそう,そう <laughs> 気づいたらなんか、ね、あのおショッピングネットショッピングでいろんなもの注文してるみたいなそうですね <laughs> 詐欺情報出てきそうです、ね、<laughs> そういう AI とかもね <laughs> 技術の進歩っていうのはいろろんなところにそうなんですよね。だからそういう形でね、まあ、ありとあらゆる方法を使ってその人が孤立しない、はい、まあだからもちろん好きで孤独になる人は全然いいんですよね、えーえー、でもやっぱりなんか寂しいとかね、えー、なんか誰かと喋りたいっていう欲求必ずあると思うので、はい、そういうのにちゃんと答えられる仕組みを作っていくある日本の場合ってよくほら「自助公助共助」ってね、はい、菅さんが言ってたたかれてましたけど公助 はまあ確かにあるんだけど、はい、その強の部分ですよね。だから自分でも公でもなくてその真ん中の中間共同体って言われる部分が非常に日本は乏しい。えー、なぜかというと。 昭和の頃まではそれ企業がになってたから、ねで。さらにその前の戦前とかになると農村の村社会とかになってたと。はい、で、これが2000年頃からね、やっぱグローバリゼーションの波とかでだんだん終身雇用がなくなってきたりとかして、はい、社会あ、会社がですね、その、助けてくれるって仕組み消滅しちゃったじゃないですか。それに変わるものがないんですよね、うん今の日本。だから自分の力で何もできなくなったら、あとはもう、 公的な扶助に頼るしかないっていう、ね、はい、その中間がないって問題が起きてる。でそこをね、うん、もうちょっと再構築していくってことは多分今必要なんじゃないかな、うん、で、その辺の、ね、問題と先ほどおっしゃったそのアンダークラスの方々とかっていうのは非常に重なってくるところがあるし、うんな,ね、でなかなかその、あの、やっぱ情報が入ってこないし、うん、それをこう、噛み砕くっていうのがなかなか難しいから、工場にアクセスできない人たちが増えてるとかって、結局ここの真ん中の抜け落ちってすごく問題 そうなんですよね、だから例えば、まあ、その地域社会みたいなのがあった頃はね、はい、例えばその、ちょっと物分かりの悪い人でも、ええ、あ,あの人、ちょっとや,、ええ、やばいからみんなで助けてやろうよみたいな、もしくは、うん、そのおじさんを連れてって、区役所に連れてってあげて、うん、そ,そこ申請してあげるって手伝ったりとか、そういうのがあったと思うんですけど、今それはないわけですよね、うん、近所のおせっかいな人とかがね、いて、あんたちょっと役所一緒に行ってあげるから、うんうん、これ申請すればね、お金もらえるんだからっていうような。うん で今はほら自分でやらなきゃいけないでも、えええー、よくある教会知能みたいな問題があってねその、うん、障,障害者認定されるほどの あの知能障害じゃないんだけど、うんうん、一般の,その平均的な知能よりもちょっと弱い人ってのはいらっしゃるわけで、はい、それがたくさんいて、昔は昭和の頃ってそういう人でも、うん、例えばまあ工場で働いて、ねはい、製造の現場とかで仕事できるってのあったんだけど、今はもう製造現場はどんどん海外移転しちゃって、うん、で日本国内に残る仕事がますますこう知能労働というか、はいね、コミュニケーションが必要だったりとか、そういうふうに変わってきてると、そうするとね、うん、そういう人たちが生きにくくなる問題が起きてきてるわけで、うん、でそれとね、そのアンダークラスの話と高齢化っていうのはね、はい、だんだん重な、ね なってくると、うん、結構これ、非常に重要でかつ大きな日本の問題になりつつあるかなって感じはしますよ、ね、だからこれ、かつての,、ね、その民主党とかって、やっぱあの政権の失敗だとかっていうのがいろいろクラウドアップされるけど、あの当時、新しい公共とか、まあ、そこの教会の部分をこう何とか埋めるようなものを、知恵を民間からも公からもこう出し合ってできないかねっていう議論をしてた。 あの辺っって生産的だたような気がすするんで新しい公共はね、本当にいい方向だったんですよ。あれをもうちょっと進めてほしいんですよね。せっかく岸田さんになってから新自由主義が決別して新しい資本主義だとみんなで社会放出するのも大事だと分配も必要だってことをおっしゃってるんだからそこにもう一回注目してアンダークラスの問題とかね、目いってほしいなと思いますけどね。 えー、日本の総人口、国勢調査の話から新しい公共というところまでお話しいただきました。